皆さん、こちら RC デザインスタジオの澤です。今回は、関東圏の物件が完成しましたので、紹介したいんですけれども、ただ紹介するっていうのもあれなんで、照明と空調と、そういうふうなものを、いかに融合させてデザインしていくかっていう、そういうふうな視点で、ちょっと解説したいんですけれども、いわゆる、この全館空調っていうのをここではしてるんですけれども、そうすると、この部屋のこういうの周囲に、吹き出しっていうものが必要なわけなんですよね。空気で建物全体をその空調するときに、いかにその隅々まで、その空気を流してやるかっていう、そういうふうな話になってくるわけなんですが、エアコンとかだと、吹き出し口と、5メートル離れたところでは、どうしても温度が違ってしまうっていう、そういうふうな話があるんですが、そういうふうなものを、いろんなところから吹き出すことで、温度っていうものを均一化することで、気流っていうものを発生させないようにして、適切な温度環境っていうものを整えるっていう、そういうふうな空調計画っていうのはあるわけなんですよね。で、その時に、こういうふうにダクトがここ通っていくことになるんで、その分その天井高さを上げなきゃいけないと、ただ上げるっていうのもそのもったいないんで、そういうふうな空間っていうものを使って、間接照明をすることで、ダクトスペースとして必要ないところを、天井高を上げて、それをその建物の魅力にしようっていう、ただ単純に階段を上げるのもったいないよねって話があるんで、同時にそれをデザインに、生かしてるっていう、そういうふうなその計画なわけなんですよね。この間接照明っていうものが、空間をそのリッチにするっていうのは、皆さん感じられてるとは思うんですけれども、こういうような間接照明を利用することで、ワンランク上の空間構成っていうのを、実現してるわけなんですよね。こういうふうな感じで。で、同時に、やはりこの吹き抜け空間を使ったときに、空調コントロールするのが、なかなか難しくなってくるよって話があるわけなんですけど、そこで、その全館空調っていうもののメリットっていうのが出てくるわけなんですよね。その建物全体の温度っていうものを、全館空調って、極めて均一にするんで、もちろんその RC 像の気密性っていうものや、いわゆるこのコンクリート体の保温性っていうものを利用してなんですが、建物全体を均一な温度にすると。そうすることで、こういうふうに吹き抜け空間っていうものがあっても、住環境的にも非常にリッチな空間っていうのを実現できるわけなんです。住環境っていうのはその温度的にですね、まず温度的にリッチなものにして、でプラス空間的にリッチにするっていう、そういうふうなことなんですよね。例えば空間だけがこの吹き抜けがあって光が差し込んできて、気持ちいいなっていうふうになったとしても、温度的に、それが快適なものになってなかったら、ああどうだったかな、やってみてっていうふうにやっぱなっちゃうってことになるんで、もちろんそのデザイン的にまず優れていて、でその光が差し込んでいて気持ちよくなってて、でもその温度的にも、冬場も快適に暮らすとか、そういうふうな全部のバランスを整えるっていうのがデザインだと思いますんで、そういうふうな視点で、光、空調、あとその大胆さとか楽しさとか、そういうふうなものをミックスしてデザインしてるってことになるんですよね。そういうふうな視点において、この RC 像と全館空調と、こういうふうな間接照明っていうのは相性いいなと思って、今回のお宅では採用させていただきます。割とこういうふうにするケースやっぱ多いですね。やっぱどうしてもそのダクトスペース分、建物を高く作らざるを得ないんで、やっぱそれをそのいかに利用し、できるだけ利用しないと、もったいないよって話になるんで、ちょっと、せっかくコストをかけるんだったら、それを最大限利用して空間に生かしてやろうっていう、そういうふうな考え方で、デザインっていうのをしています。こういうふうに、いわゆる、このコンクリートが見えてるわけなんです、構造体の。こういう内部、こういうふうに部分的にコンクリートが見えてくるっていうのも、RC 建築らしくていいと思うんですよね。で、その部分的に、こういうふうにコンクリートの壁を見せて、デザインに利用するっていうのをやってますね。この外側は断熱材があるんで、こっち側は外から見た時にコンクリートの壁は見えてるんですけど、中から見た時にはコンクリートの壁が見えてないって、そういう風になるんで、この内壁ですね、外部に面してない内壁を、ここで言うとアクセントに利用して、デザインに利用したって、そういう風な感じになるんですよね。
で、まあ、その、このコンクリートの象徴的な壁をここにズドンと置いて、まあ、その上にそのガラスの壁があると、またちょっと、まあ、もうワンランク上のデザインになるなっていうことで、ガラスの壁っていうのを設置してますね。だからガラスとコンクリートと、珪藻土と、まあ、床のこの無垢の床というか、まあ、そういうふうな感じで構成していってますね。この色をその入れすぎると、まあそのとっちらかってしまうっていう話が、まあ場合によってはあるわけなんですけど、ちゃんとバランス見ておくと、まあこういうふうに整うというか、決して悪くないわけなんですよね。まあ一般的に言われているよりも、まあ多くの色味っていうのが入ってると思うんですけど、ここで言うと、まあ茶色入って、この珪藻土の色が入って、でまあ、ここで言うとこの木の天井がクロスで違うやつ木目のクロス貼ってるんで、まあ、木目のクロスあとコンクリートとあるんで、まあ、やっぱりキッチンもまた違う色で象徴的にあるんですけど、まあ、これだけあるけどまあ、ここ石もありますよね。石というか、まあ、タイルですね。タイルがあるわけなんですけど、いやこれだけあるけど、まあ、別になんていうか、まあ、むしろそれが面白みになってるよねっていう感じになってると思うんですが、まあ、このバランスを見て整えると、まあ、逆にいいよっていうまあ、そういうふうなことになるわけなんですよ。例えばここちょっとここ木目 の, 点あのクロス貼ってますけど、まあ、ここ珪藻土の色味にするよりも、まあ、ちょっと面白みって出てると思うんですよね。まあ、そういうふうに足してるというか、まあ、なかなか足すのは難しいっていうのはあるんですけど、バランス見て足せばむしろ良くなるんで、まあ、そういうふうなところに配慮しながら、まあ、こちらで提案させていただいて、お客様とその、まあ、お客様が望まれる方針にで、まあ、こうトータルバランスを見るっていうのをやってますね。まあ、こういうのにしたいっていうのは基本的には言っていただいてるんですけど、まあそっちの方向で、まあその、まあ、調整してるというか調整するっていうのを僕はやってますね。まあ、こういうふうにやっぱ吹き抜けが一つあるだけで、まあ、すごいダイナミックになったなと思うんですよね。まあ、天井面ちょっと明かりが欲しかったらこれを上に向けるとか、まあ、そういうふうなことで対処できるわけなんですけど、やっぱここ吹き抜けがあるだけで全然違ったものになったなっていう、まあ、作ってみてそういうふうな印象があるわけなんですよ。昼間もここからやっぱ光が差し込んできてて、まあ、こういうふうなところにいても、まあ、ここから光が入ることでその空間にメリハリがつくんで、やっぱこの真ん中吹き抜けあるとないのとはもう全然違うものになるなっていう、まあ、そういうふうな印象っていうのはありますよね。まあ、吹き抜けっていうものをそのどう捉えるかって話はあるんですけど、まあ、当然その空間として開放性っていうのはその出るんで、まあ、あとはそういうふうなものに対して、まあ、夏場とか冬場、快適に暮らせるように、まあ、なってるかどうかっていう、まあ、そこら辺をまあ調整が取れるんだったら、まあ、もちろんあった方が空間的にはまあすごいダイナミックなものになるし、やっぱこう歩いてみて儲けたいなって思いましたね。まあもちろん外部の状況とか、まあいろんな要素によって、まあ儲ける儲けないっていうのはそれぞれあるわけなんですけど、まあ、儲けた方がいいケースっていうのも多いんじゃないかなっていう、まあそういうふうなの思いましたね。こう大きな梁がズドンとあって、まあいかにも RC 建築らしい、状態になってるんですよね。ちょっと明日全館空調つけてみてなんですけど、まあ、ちょっと歩いてる感じ、まあ、すごいその外部と遮断されてて、まあ、これは全然問題ないなっていう、まあ、そういうふうな感じで今この段階であるんで、まあ、全然大丈夫かなって感じですね。ここを開けたらその全館空調があるわけなんですけど、まあ、こういうふうに、まあ、全館空調の機械があって、まあ、全館空調というのは熱交換器ですね。このダイキンさんのベンティエールってやつ入れてるんですけれども、まあこういう風なのを入れて、その外部の、まあ、冷たい、冬場で言うと外部の冷たい空気を内部に入れないって、そういう風なことをすることで、あと気密性を同時に上げることで、建物全体の、温度っていうものを、まあ、均一化しようっていう、まあそういう風な空調計画になってるんですよね。まあこういう風な感じで、すごいのになったなっていうことで、今回は報告させていただきました。また動画の視聴よろしくお願いします。